はホルン奏者の上原めぐみです。今日はホルンを持っていないんですけれども、しかも屋外キャンプ中です。キャンプしてるんですけど、ちょっとあの配信トークで配信できたらいいかなと思います。サチエです。はい、今日何をお話ししようかなと思った何をお話ししようかと思ったんですけど、本番の時とかオーディションメンバーのメンバー決めとか、こう各学校によってはこう大会の前に各学校によってはオーディションとかパート内オーディションがあると思うんですけど、そういう時に緊張してしまいますと。で、緊張してしまうんですけど、緊張しないためにはどうしたらいいですかっていう質問をよくされます。で、できることなら緊張しなくてリラックスした状態で、まあ、本番とかオーディションとか自分のここぞここ一番ってところを迎えられたらいいなっていうのは誰しもが思ってると思うんですけど、でもね、緊張はするものです。私するべきものとも言っていいくらいのことなので、でもそのどうして緊張した時に本番でうまくいかなかったり、ここ一番っていう時にうまくいかなかったことを緊張のせいにしてしまうんですよね、これみんな。なんですけど、そういう時にうまくいかない自分が今の自分の実力なんだなって認めることが、まあ辛いし大変だけど、それが真実なので、練習の時にうまくいかせようとか、そう、練習の時にこう緊張や、まあ、緊張している自分を想定していつも練習できるといいかなと思います。でもそれってすごく難しいんですけど、メンタル的にはまず緊張している自分を受け入れること、緊張しないようにしようと思ってもするものはするので、あ、私緊張しているなって、まずそれを自分の中で受け入れてあげることで、とてもまずそこで結構心の落ち着きは取り戻せたりするかも、少しだけ。なので、あ、自分緊張してる、本番に向けて緊張しているんだなってことを自分自身がしっかり一旦認めてあげることがとっても大事かなと思います。そう、そして練習の時はその緊張する自分をこう想定して練習してみる。あと一つ、その練習の時に一人で練習したりするともちろん緊張しないじゃないですか。だけど例えば部活の中でパート内とか先輩とか先生とかにちょっと聞いてくださいとかお願いしてみて、聴衆を用意する、聞いてくれる人で、誰か自分じゃない相手の人がその場にいると、まあ一人の時よりは緊張しますよね。で、その中でもこう自分がどういう演奏をするのかっていうのをやってみる、普段の練習の中で。そうするとちょっとずつちょっとずつ緊張した時の自分の状態っていうのを把握できるようになると思います。で、本番の時に想定内の緊張っていういうのかな、が起こると思うから、練習の中で緊張する状態を日常の中で取り入れてみる、誰かに聞いてもらうっていうのはすごくいいと思うので、まあ別に曲を演奏しなくてもただスケールをするだけっていうのでも、を聞いてもらうっていうだけでも緊張感が生まれて、すごく、ね、一人で練習している時とかはいつもと違う精神状態で臨めると思うので、ぜひ試してみてください。と、緊張はとってもいいものです。緊張しないようにと思わずに、緊張を自分のこう味方につけて、いい緊
張感を持って本番や、オーディション、その自分のここ一番の勝負どころで自分の力が発揮できるようにしっかり実力をつけて練習していきましょう。それでは、はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。よければ高評価ボタンもよろしくお願いします。